しょうがねえ。わかったでござるよ。俺には関係ねえ話。かなりの使い手だ。俺の雨を遮る奴がいる。懐かしい。なんでだ。道がねえ。結構歩いたな。弁当にするか。少子。天聖決戦前にイタチ、ヒダ、皆心しておけ。行くぞ。じゃあね、クソ野郎ども。てめえは手を出す。悪いが、お前に付き合ってる暇はねえ。ああ、いって。なに、また海かよ、くそ。まったく迷路か、殺しは。てめえ、わざとだろ。無視かよ、おい。首なんか切りやがって。なんでここに。また悪魔の実の能力。血の匂いがするぞ。妹のお前は20年分年を重ね、今じゃ26歳ってわけか。お前、あいつらはぐれやがって。そろそろお引き取りを。ああ、だが待て、どうもしっかり来ない。血の匂いがするぞ。元より俺の望んだ戦いでは。お前はすでに現実の中だ。おとなしく里に帰れば確かにそれでいいな。ならばもし。うるせえよ。お前の説明が悪いだろ。つくよみの世界では、空間も時間も質量も全て俺が支配する。これから72時間あなたを刀で刺し続ける。了解した。余裕があれば。リーダーが連絡を待っている。我々の捕獲が完了し次第、3尾と4尾を同時に封印する手はずだからな。死にそうだな。年寄りは丁寧に扱え。くそあなたの体は。そこまで使いこなすとは。うるせえ。お前の説明が悪いんだろ。これくらい俺が一人で運んでやる。あなたの体はその目に合う体ではない。もう嘘をつく必要はない。てめえわざとだろ。無視かよ。